と言います。天竺ネズミというのが正しい名前ですが、モルモットという通り名で呼ばれています。英語ではギニアピッグと言われます。天竺ネズミだとインドのネズミという意味になりますが、実は南アメリカ原産なので天竺のネズミではありません。英名のギニアピッグもギニアはアフリカの国なので、実は、全然本当の分布地の南アメリカとは関係ない名前が付けられている不思議なネズミの仲間です。ウサギです。モルモットと同じく戸部動物園では触れ合いのお仕事をしてもらっています。で、ウサギですが、ヨーロッパアナウサギが原産種です。だから、このカイウサギたちは穴を掘るのがとても大好きです。日本のノウサギとはちょっと習性が違います。